はい皆さんこんにちは村長です今日からは新しい企画として位置に戻ってですね初心者 dtm コーダスタート編というのから始めたいと思っていますサムネイルにもありますようにスターター組いわゆるこれからやろうという方そして挫折組もソフトもハードウェアもいろいろ買ったんだけれども結局は うまくいかなかなったもしくはちょっと期間が随分長くなってしまってうーんもうどうしようかなそんな迷っている方のために失敗しないスタジオワンということで解説をしたいと思いますまあスタジオワンというのは僕が使ってるからというのもあるんですけれども他にもキューベースなども僕も持っていますでも多分ですね キューベーーーベスのユーザーさんそれを推奨しているような DTM の講師の人そういう人であったとしても多分スタジオワンが分かりやすい案外簡単だよというのは共通認識としてみんなお持ちの部分があると思います。高機能ととかいうようよなことで言えば 一長一短いろんな DAW には特徴があって僕は絶対これがいいとかいう思いでお話をしているんではないですけれども日々僕が使っている DAW ですので僕としてはスタジオワンでお話をしようそういう趣旨であります早速ですが DTM をやりかけた人の8割は挫折すると言われています これはどんな YouTube を見ていただいてもそういうようなお話が出てくる場合があるんですけれどもなぜ失敗するのかという理由を挙げてみたいと思います僕は曲ができるいわゆる楽しくなるまでに時間がかかりすぎてるというふうに思うんですね僕の中では会社から帰って ちちょこちょここっっと触ってですね、週末には半日ぐらいですねどっぷり取り組んでみてやってみている方そういうぐらいの初心者ユーダーさんでは最長で1ヶ月でまあなんとか曲になったなというようなそんなものができないとやはり難しいそんな風に思って挫折してしまうと思います。 いろんな理由と原因はあると思うんですけれども、まず一曲目を作ってしまう。もうこれに僕は尽きるというふうに思っています。ですから二つ目というのはありません。僕の中では早く一曲目ができる。これが重要なことだと思っています。そしてなんとかいろんな DAW の中でスタジオワンを買ってみようかな 使ってみようかなと思う方がおられると思うんですが無料ではプライムというのでできるんですけれどもここから入ったらなかなかやれないことそして後からも説明しますがコードトラックというのを使えないがために難しいなかなか曲ができないじゃないかミディの打ち込みえそれ何というような難しい言葉が いいっぱい出てきてきですねやることよりも覚えることの方が多くって挫折してしまうんじゃないかな僕はそんな風に感じていますのでできましたらプロフェッショナルバージョンこれを購入してスタートすることをおすすめします。えプロフェッショナルって初心者だって言ってるのになんでプロフェッショナルそれは先ほども言いましたようにコードのトラックが 使えるか使えないかで曲を作れるスピードというのがとっても変わるからですそこが僕にとっては一番重要なところなんですが何せ1個目に言いましたように挫折しないためには早く曲を作れるようにするこれが大事ですのでコードトラックを使えるプロフェッショナルバージョン僕の中では必須に近い思いがありますキャンペーンなんかで まあ、買えればいいんですけれども、やはり数万円の投資がいるわけです。ですから、プロフェッショナルバージョンを買うということであれば、その他に重要な DTM の周辺機器といえば、オーディオインターフェースですよね。そして、マイクなんかがあればいいし、ヘッドホン、そしてスピーカー。まあ、ここらは二の次でもいいですけれども、 そういうものは全部今持っているものでいけると思います。オーディオインターフェイスはパソコンにあるオーディオ機能でもスタジオワンはそれで使えるようになっていますし僕はプロですけれどもここで配信用のスタジオワン今見ていただいているものはちょっと見ていただきますがこのスタジオワンというところから オプションというのをしまして通常オーディオデバイスというところには Windows でしたら Azio のドライバーここでスタジオ u s b というのがありましてスタジオワンの会社のプレソナスここが出している USB のオーディオインターフェースも持っているんですけれども僕はここで Windows オーディオこれを選んでですね 普段は利用しています。アジオでない方が便利な時もあるからです。ですからパソコンの内蔵音源だけでできていますので、オーディオインターフェースはもう少し勉強してからでも間に合うと思いますので、まずはそこでも失敗しないように後から購入することをお勧めします。そしてマイクは一番最後でいいです。 ヘッドホンとかスピーカーという聞くものはイヤホンの一つぐらいは皆さんも持っていると思います。まずはそれでいいでしょう。ですから DAW のソフトを無料から始めるというのではなくってスタジオワン One を検討されている方ならこのプロフェッショナルバージョンを僕は絶対にお勧めしたいと思っています。じゃあ お話ばっかりしててもですね、その簡単さっていうのはわからないのでじゃあ購入しましたもちろん僕の動画を見ていただいてこれ数回ぐらいで一つ完結しようと思っていますのでまずそれを見ていただいたらいいと思うんですが購入した後やってみることは自分の好きな歌そういうののコード譜を インターネットで検索して見てみましょう例えば一例ですが僕も古い人間ですのでこんな小滝豊の I love you というコード譜これをインターネット上で探してですね今表示しています J total というところのコード譜を見ていますここに GBmEmAm7D7 こういうことをコードと言います。M がついたらマイナーと読みます。それも全くわからないでいいですので、これをコードトラックというところに入れるところから始めたいと思います。イントロはありますが、イントロはちょっと飛ばしておきます。そして、この一番上のメモリは小説の番号です。I love you. と言って、その次、今だけはのところから b マイナーになります。これは一小節で変わっていっています。これをするのは、この上に今、コードトラックというのを出しています。これが出ていないときはどうすればいいでしょうか。この上のボタンを押せば、コードというのがあります。これをもう一度押すと消えます。ここから、コードというのを 選びましょうそうしましてここの2小節目から3小節目ここに入れていきます今譜面がまたスタジオワンの後ろに行ってしまいましたこれはですねこの動画の概要欄のところに最前面でポーズというソフトをご紹介しておきますのでそれを入れてポーズというキーボードを押せば これが最前面になります。もしこれがわからないという人はどうすればいいかというと、このスタジオワン自身をウィンドウ表示。はい。こんな風にして、このように並べるようにしてやればいいと思います。では、この2小節目と3小節目の間、ここでダブルクリックをします。すると、 このように C というのが入りました。そうしまして、次の Bm のところもありますが、これもこのまま C のままにしておきます。次は Em。そして、次は Am と D7 で、2つで1つになります。こういう時もカチカチっと押してですね、1小節になったのを半分にします。 この時に今とっても自由になるんですけれどもちょうど半分のところでちゃんと入れたい時はここのところにスナップできる道具がありますこれにチェックを入れておくとクックックッと決まったところで正確な位置に入れることができますそしてここでもう一度カチカチッとするとこのように なったわけですそして、このコード譜通りに入れ替えます。ここで、最初は G から始まります。G。これを選びます。次、b ママイイナナーは中川のサークルの中にありますので、b マイーそして、ここ、e マイー a マイナー7 a マイナーと右の7。 これで Am7 になりましたそしてこれが G7 です G7 はいこれで1行分が入れれたわけですこれの繰り返しです今日は時間の加減上、この1行だけでお話をしますがこのようにできるわけですそうしまして今度はここに音を入れるわけですスタジオワンには最初から 音が入っています。その音のことをインストゥルメントと言います。ここにインストゥルメントというのがあります。ちょっともう大きくしておきましょう。はい、このインストゥルメントのところに僕の場合はなんかたくさんありますが、皆さん何も購入していない方はここにプレソナスというこれがあります。たくさんの。 音源というのがいろいろあるんですけれどもその中のプレセンスというこの音源をこのトラックの空いているところに持ってきますここでもいいですしここの左端でもいいですそうしますとこのように音源がインサートできるようになっています挿入とも言いますそしてここで 音を選ぶわけです。上のところを見ると、このように楽器の種類が出てきます。ここでピアノというのを選んでみます。そしてアコースティックピアノのフルというのがありますので、これを選択しましょう。そうすると、これでピアノの音が鳴るようになるんです。ちょっとここに鍵盤がありますので、マウスで押してみましょう。 はい。このように音が鳴ります。そして鳴ることを確認したら、ここに先ほど入れましたコードがありますよね。このコードをこうやって全体を囲むように選択をしまして、それを今入れたこのプレセンスというところに引っ張ってきます。はい。こうすると、 このところをカチカチっとダブルクリックすると、こんな風に音が入っているわけです。この画面のことをピアノロールと呼びます。本来ならば鉛筆の道具でこのように入力をしていくことができます。これが MIDI の打ち込みっていうやつですけれども、これをするのは初心者の方は難しいです。 音楽の基礎理論もいりますしですからこのようにまずはコード譜からコード進行というので今音符を自動で入れたわけですちょっとコントロールデッドで元に戻しますこんなふうに音が入りましたじゃあこれを再生してみましょう2番のここよりも少し前のところから 再生のボタンを押しますと、これで音が流れます。はい。このように音が流れたわけです。じゃあ、ドラムというのも入れてみましょう。ドラムの入れ方は、また次の段階からやりますので、今は ユージャムという会社のドラムソフト。これを入れたいと思います。もう一応セットしてあります。こういうソフトです。ちょっとこの右側の鍵盤のところを押すとドラムが鳴ります。はい。こんな風になりますので、その鍵盤の上側をこのように ドラムのトラックに引っ張ってくる。これでドラムが入れれたわけです。ちょっと聞いてみましょう。ごめんなさい。ここ G7 じゃなかったですね。なんかおかしいなというふうに思ってたら、これは D7 でした。 知って間違ったんじゃないですよ。でも、直し方の勉強になりますね。ここで G7。間違ってたら、これをダブルクリックしましょう。そして D に変えます。たったこれだけです。でも、これをですね、上から先引っ張ってきましたよね。ですから、これは Delete を押して、そしてこれをもう一度引っ張り直してください。 もう一度聴いてみましょうこんなふうにピアノとドラムが入りましたそこにギターを入れてみましょうギターも同じようにこうやって引っ張ってきます アンバーという、これも UJAM のソフトがあります。そして、鳴らします。こうなりました。ちょっとこれ、やかましかったので、そういう時は、ここをこうやって、下の方に下げると、これが下がります。今度は、同じく、 上からばっかりじゃなくって、これとも同じでいいときはですね、このまま Alt キーを押しながら引っ張ると、こうやってコピーができます。なんか簡単なようにやってますが、じゃあちょっと一つだけ少し難しいことをお話しします。これは今見たらですね、この C3 の層の音なんですけれども、これですね。 今青くしましたがここから入ってますけれどもこれは C4 から入れなさいというここに約束事と,というのがあるんですではこれではダメだということになりますねこういう時はこれを選択しまして1オクターブ上に上げたいそういう時はシフトを押しながら 上の矢印を押すと,とこのように1オクターブ上になりましてここが C4 ここよりも上にあるということでこれで良くなったわけです先ほどのアンバーも確認してみましょうはいこのアンバーは C3 のところからやりましょうというふうになっていますのでこれはりまし ちょうど良かったわけですね。こうしてちょっとこういうルールというのがあります。これは一つずつ覚える必要があるんですけれどもこれで3つの楽器が新たに入りました。ドラムを入れて4つの音が今鳴っているわけです。聞いてみましょう。 こうやって音が鳴ります。音のバランスはどうやるんだということはファンクションキーの3番というのを押すとですねはい皆さんもこれぐらいは知ってらっしゃいますよねミキサーですミキサーが出てきましたこれでですね音を調整すればいいわけです小説番号が書いてあるちょっと上をですねこのようになどると 範囲を指定できます。点キーの上のスラッシュを押すとこんな青くなります。これでループを設定したということになって何度も繰り返し再生ができるようになります。これで4つの楽器のバランスをとっていきましょう。 どううでしょうか難しいことはちょっとさておきましてこれが曲を作っていく、まあ、曲とは言わないでしょうね伴奏を作っていくやり方の一番基礎の基礎で基礎の基礎であるけれどももうほぼ出来上がったということになります。あとはこの後ろに続くコードをどんどん入れていくだけ という風になるわけです。第2回目からはその方法について一つ一つやっていきたいと思いますが皆さん今日の部分だけでもできたらあとは歌を録音するこれだけのことです。それで一つ曲ができたわけです。ここまでいければ次からのことはあ、これもやりたい。あれもやりたい。これするときはどうなんだろう いわゆる質問することができるようになるわけですね。今何もわからないと言われる人はですね、質問自身がわからない。そういう状態の人がたくさんおられると思います。ですから今回はスタートということで、これをゼロ回としまして、次は第1回となるわけですけれども、一緒に勉強していきたいと思います。今日紹介しました ジャムこれは僕の有料の生徒さんとかには必須のようにしてドラムベースとギターぐらいセット売りで安くなっているのでですねキャンペーンの時期などにはなるべく購入してもらってレッスンをするようにしていますもう今見ていただいた通りコードを上から引っ張ってくるだけでおしゃれな演奏が簡単に出来上がるからです これがないと、1から全部作るとなると、僕がやってもですね、何日かかかってしまったりするわけです。皆さん、30分ぐらいの間で曲の概略ができる。こんな風になったら、楽しく DTM ができるようになっていくと思います。もしよかったら、チャンネル登録や、ベルマークですね。それをしてですね、次の動画をお待ちください。 今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。